お前らも騙されるなよ。コロシアムで優勝したってもらえるのはこんなもんだ。ダークポケモン、ダークポケモンって言うんだ、あの黒いオーラのポケモン。今暇かね？まあ、それはよかった。それではこの、四角いスイカを取ってきてくれ。わかりました、それじゃ。行ってきまーす。ここがあの人から聞いた場所。あ、あれは、私はスイカではない。私は、たくあんだ。この動画にはイカの要素が含まれています。それでもよろしければゆっくりしていってね。そちらはうまくいっているか？ミラーボ。はい、じゃキラ様、計画は通っても順調に進んでおります。すでに銀猿の奴は僕らに逆らう気力もなく、コロシアムも思いのまま。バトルでの優勝者にはこっそりダークポケモンを渡してデータを集めちゃったりして。そうか。他の者たちもそれぞれの場所で計画通りことを運んでいるようだ。我らシャドウのダークポケモン計画、いよいよ最終段階も近いぞ。ほほほ、心と体がウキウキして踊りたくなっちゃうな。計画が成功したら好きなだけ踊るがいい。ではな。さてと。それじゃ一足先に可愛いポケモンの待ってる洞窟に帰るとするかな。レッツミュージックスタート。どうもコロシアムには何か秘密がありそうね。こりゃあもうバトルに挑戦してみるきゃないかも。どうも先ほどのたくあんです。確かにこの街には何かがありますね。誰か、大変なんだ。誰か来てくれ。大丈夫ですか？中におやっさんがシルバさんに。あの歯車を回してた人が？大丈夫か。いたた。シルバのやつめとんでもないことを。歯車を一つ抜き取っていきやがった。これじゃコロシアムが停電しちまう。おやっさんどうした、大丈夫か。いやはや面目ない。相手がシルバだったから油断しちまったさ。え？シルバって銀猿さんの弟分だろ？なぜそんなことを。こっちが聞きてえよ。コロシアムなんかなくなればいいとか叫んでたぞ。心配かけたな若いの。ありがとよ。俺はもう大丈夫だ。一つ頼みがあるんだが聞いてくれ。コロシアムが停電しちまってはみんなが困る。シルバが持ち去った歯車を見つけてきちゃくれないか。頼んだぞ。若いの。ひとまず街を出てないか。聞き込みをしますか。シルバさん、よほど思い余って、町の入り口のおじいさんなら、何か知ってるかも。なんじゃなんじゃ、一体何があったんじゃ？シルバの奴が慌てて町の外に出て行きおったぞ。町の外、フェナスシティの方かな。いや、工事現場だ。あ、投稿主。さっきどこからか男が来てなんだか変なものを捨てていきやがってな。ここはゴミ捨て場じゃないっちゅうんだよまったく。パイラに来る途中なぜかここが、マップに出てたから怪しいと思ったんだ。ほら。まわ、風車小屋の歯車を見つけた。本当にあった。さすがです。投稿主、まわ歯車を手に入れた。さあ早く、この歯車を、持って帰りましょう。すまなかったなおやっさん。本当に大丈夫か？ああ、わしは大丈夫だ。心配しなくていいさ。そうかよかった。しかしシルバのやつとんでもないことを。いやいや、あいつなりに悩み抜いてやったことだろう。責めたりしねえさ。それよか銀猿さん。ほれ、見てみなよ。
あんたたちは。へえ、どうやら礼を言った方が良さそうだぜ銀猿さん。歯車を持ってきました。ややこれは歯車見つけてきてくれたのか。ありがたい。さっきはすまなかった。どうやらあんたらは信用できそうな人だな。本当にありがとう礼を言わせてもらう。よし、それじゃあそこのすっぽり抜けてるところに歯車をはめ込んでくれや。歯車は一つなくなっている。よっしゃースタンバイオッケー行くぞ。歯車回して30年うっとくらわっはっはこうでなくちゃいけねえや。もう大丈夫だ。よしこれでコロシアムに挑めそうですね。早速向かいましょう。あんたを男と見込んで頼みたいことがあるんだ。聞いてくれるか？いいですけど何ですか？ありがたいコロシアムでの今後のバトルに出場してもらいたい。バトルで勝ち抜いた後そこで何が起きてるかを確かめてほしいんだ。あんたがただのトレーナーじゃないことは一目見ればわかる。あんたならきっと勝てる。すまんが頼んだぞ。頼まれてしまいましたね。もともと挑むつもりだったからよかったけど、エーフィ、ブラッキーで、勝ち切れるのか。お待ちどうさまでした。やっと停電も治ってバトル受付開始です。この早送り中3回対戦があったのですが、特に見どころがなかったので、早送りです。この動画編集してるとき、家の近くで桜が満開になってて、綺麗だなぁ、って思ったんですけど、もう4月かって感情の方がでかかったです。早いねえ一年。これ見てくださる方は、新学期、新生活など、不安など色々あると思いますが、案外人生なんとかなるって、じいちゃんが言ってたので、気楽に行きましょう。あとこれは宣伝ですが、Twitter やってます。よかったらフォローしてね。もうそろそろ喋りたいことも、なくなってきたので。肉体派のワチャが勝負を仕掛けてきた。肉体派のワチャはタツベイとトサキンと送り出した。イケブラッキーとエーフィ。相手の先発はタツベイとトサキンと、相性は悪いわけではないが、1匹ずつ確実に倒していくのが安全策っぽいですね。そうだね。ブラッキー噛みつけ。タツベイは倒れた。よし、あと3匹。肉体派のワチャはコイルを繰り出した。コイルか。エスパー技が効果が今一つだけど構わん。エーフィ念力。やった。混乱を引きましたね。
とまずもう、コイルはエフィで倒せそうですね。そうだね。次のポケモンはどんなのが来るだろうか。コイルは倒れた。よし残り2匹。肉体派のワチャはデリバードを繰り出した。デリバードでしたね。そういえば投稿主は最新作はプレイしましたか？まだやってないな。最新作ポケモンスカーレットバイオレットは過去と未来のポケモンが出てきて、このデリバードは未来の姿で出てくるらしいですよ。そうなんだ。主はまだ XY すらやってないから驚きです。メガ進化でこの前驚いたばかりでして。走行してる間にデリバード倒せそうですね。デリバードは倒れた。よし、あとはトサキンとのみ。ずっと波乗りされてたからようやく倒します。トサキントは倒れた。よし終わり。長い戦いでした。対戦ありがとうございました。ここまでご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。それでは。